はいどうも、僕は望月健人と申します。みんなからね、モッチーって呼ばれてます。これからね、フリーランスになって稼ぎたいなって思ってる30歳です。だけど実際フリーランスに、ね、なるのって不安だったり全然わかんないことっていっぱいあるんですよね。今僕の周りにクリエイティブなお仕事をして年収1000万に到達したフリーランスの先輩ケンさんに最近会いに行くのが僕の日課なんです。ということで今日も行ってみたいと思います。ケンさんお疲れ様です。あ、もちお疲れ様。どうした？また来ちゃいました。あ、また今日も来てもう前回のね、もう前回の続き気になりすぎてもう来ちゃいましたよ。フリーランスに、まあ、なりましたと。はいはい。で、なったはいい、だけどお仕事が見つからない、うん、だからまあいろいろね、社長さんならやらお店やってる人たちに声かけて、すごい安い金額でもいいんですけどちょっと僕チラシ作らせてもらえませんかとかって、うん、すごくまあ無料キャンペーンみたいな感じで安売りで自分を売ってってビジネスを始めるっていう、そういうスタイルっていうのは、うん、実際ありなんですかね。最初にフリーランスになった時に、うん、どうやって仕事を見つけていったか作っていったかっていう、そうですね、ところかな。作っていったか、まあ本当にただでもいいからやらしてよっていう風に本当にそういうのをやってきたかってことで、うん、いや無料キャンペーンみたいなのはちょっと実際やってなかったんだけど、うん、最初にじゃあその動画をやろうって、うん、そのデザインちょっとチラシ名刺だけだとちょっともうこれ体持たないな、うん、お金もちょっとやばいなって、うん、じゃあ動画をもっと得意になって、うん、それで仕事しようってなって、うん、なるほど。でもそれの前にまずちょっと実績作らなきゃいけないなって思ったので、じゃあ最初にどうしたかっていうと、その知り合いのお店に行って、うん、ちょっと動画作らせてくださいなるほどって頼んだの、はいはい、でじゃあこういう動画作れますって言って、じゃあ金額はって言うと5000円で作ってたわけ、うん、なるほど。1分の CM を作る、うん、例えばそのお店の ロケーションとかロケハンにして、うん、こういうところやって見たら、うん、見せたら良さそうだな、雰囲気いいなこのお店、うん、こういうところ雰囲気いいなっていうところ、うん、であと得意なメニューなんですかとか、うん、これどういう商品出してるんですかって、うん、ヒアリングする、うん、じゃあどういう料理出したいですかっていうのもやって、うん、それも全部一回ヒアリングした後にまた別の日に機材を持ち込みっていう、うん、その本当に普通の撮影をやってたわけ。なるほど。今考えると、まあ、結構本当に15万とか20万とかもらえるようなものを、うん、一応その5000円でやってたわけさ何十分の1よっていう。しかも1、うん、3、4、5件、5件、5、6件くらいかその5000円で受けてて、うん、でじゃあ次も紹介するねっていうお話もあったんだけど、うん、なんかこれちょっともう体持たないかもなってなってその5、6件くらいで一旦ちょっとストップした、うん、あなるほど、うん、このキャンペーンは死ぬぞこのキャンペーンは死ぬぞ、うん、なんか実績欲しいからよし頑張ろうっつってやって、うん、でもまあ、あこれ死ぬかもって思って、うん、そこでもちょっとストップした。なるほど、うん、ちなみにそうやって自分の命削ったキャンペーンをやった結果、うん、何かいい、チャンスをつかめたんですか？もちろんサンプルは用意できるから、うん、その次営業に行った時にそのお客さんとかその動画作りたいって言ってもらった人に、じゃあ、うん、例えばこれまでどういう動画作ってきたんですかとか雰囲気見せてくださいって言われた時に、この5000円キャンペーンって命を削って作ったものを見せる、うん、見てもらって、ね、いやこういう雰囲気なんだねとか、うん、っていうのは最初提示できるようになったから。なるほど、うん、まあ、じゃあそれこそ本当に、まあ、実績作りじゃないけど、まあ、自分のスキルを見せれたという意味では、うん、まあ良かった。あ、もちろんそうだね。一回その実績も何もないし見せれるものがないっていう人は、うん、まあ、ちょっと命削るキャンペーンを確かに一回ちょっとやってみた方がいいかもしれない、ね、なるほどですね、うん、まあ、確かにその実績もなくいきなりその初めての会社さんに、うん、まあ、動画作りたいです作らせてください15万でってなあちょっと言えないなと思って。そうだね、その会社に勤めてて、うん、その勤めてるその例えば会社、あ、そういうまあ広告だったりとか、うん、まあ、別に営業職でもいいし、うん、その、まあ、ちょっと技術職でもいいけど、うん、で今まで自分が作ってきたものだったりとかこういう仕事できますってその会社のものを見せれるんだったらいいけど、うん、なんかその社外持ち出し禁止なところが多分多いと思うけど、確かにそういうものって。なるほど。
で、まあ、でだけど例えばその動画だったらこの CM だったら、ね、うん、その CM のこの一部のこの部分を僕担当させてもらいましたみたいな、そういう感じだったらいいと思う。なるほどな。これ全部俺が作ったんだぜみたいな感じで出すと結構トラブルになると思うから確かに確かに。そこは誠実に、うん、あのちゃんと、まあ、会社にも断れるんだったら断っておいて、うん、いいですかこれ見せてみたいな。なるほどですね、うん、ちなみにその命削ったキャンペーンの時に作った動画っていうのは、うん、CM に当たるんですか、それとも会社のプロフ、ああウェブ用のお店さん、ほとんど飲食店だったので。なるほど。その時は飲食店だったから、うん、まあ、その YouTube に流すウェブ用の CM なるほどがでメインで、まあ、うん、なんかまあその時もお店さん の、 あのウェブで流す、うん、YouTube で流すその自分のブログだったりとか、うんうん、ホームページで載せる用 の、 あの動画作りませんか5000円でその5000円で一体企業さん一社に対してどのぐらいの何秒間の動画を提供してたんですか。お店につき30秒からも、長くても60秒くらい。30秒から60秒。60秒くらい。30秒から。やばいと思う。いや、僕、俳優業やってますけども、はいはい、あの、ね、CM ね、出演した際に、その30秒から60秒の CM 撮るのに、撮影で15時間とか使うんですよ。うんうん、それ一人でやったんですか。それは一人でやったね。だけど、その時、当時駆け出しだから、うん、あれなのよ。その、もう本当にその、だしその5000円ってのも分かってるし、うん、あいつはもう分かってるから、なるほど、そのちょっと本当にそのお店の雰囲気が分かるようなそういうそのコンセプトムービーみたいな感じのやつは、うん、やつでしか作れなかったわけ。あ、なるほど。当時その知識もちょっと技術的にはまだまだちょっと未熟な部分もあった、うんうん、だから今みたいにその企画書作って、うん、あの台本作ってコンテ書いて、うん、とかっていうのは全くその当時はあの、まあ、できてなかったね。なるほど。もう本当にその自分の撮りたい絵を撮って、うん、それをなんかその組み合わせて、まあ、もちろん元になるっていうか参考になる動画はあったから、うん、それを見ながらやってたけどっていうのでやってたから、そんな細かいことを今やるってなったら5000円ではやっぱり作れない。いやー作れない。結構すごいことをしてる。時間もそうだしね。あ、30秒60秒ぐらいの動画で5000円でやってて、機材ってどういうの、何円、総額何万円ぐらいの投入したんですか。何が何万で。あの時はもうそうだな、まあ、フリーランスになろうって決めた時にもまず MacBook Pro を20万ぐらいで買って、うん、でそれから一眼レフ もう YouTube 用でもう機材揃えていったから、うん、YouTube とか動画撮影用か、うん、で一眼でも本当にもう17、18ぐらいのやつ買ったし、三脚もなかったから三脚も買ったし、うん、でマイクもなかったからマイクも買ってってなったら、うん、いくらぐらいするんだろうな、30万40万ぐらいは、まあ、その時は言ってたかも。結構さ、駆け出しにしては行きましたね。そうなんだよね、気合入ってますね、うん、なんかまあ必要でしょって思って買っちゃうので、うん、結構行きますよね、うん、さらっとこれは投資だみたいな感じでさらっと行きますよね。最近もパソコンが壊れちゃって。あ、そうなんですか。そう、壊れて、はい、壊れた翌日にもうすぐそのもう修理するっていうのはなかったけども、今までそのフリーランスになってからずっと使ってた MacBook がもう画面つかなくなって、うん、で何回も修理出してたから、うん、もうこれ新しいの買おうっつって、うん、その翌日にもう20ちょっとぐらいのやつ、しかもちょっとはあのメモリーとかもちょっと調節して、うんうんうん、すぐ買って、もう全然それは抵抗感ゼロだった。あ、すごい。必要だもんっつって、うん、それじゃないと生きていけないからね。まあ確かにね、うん、仕事に熱唱がきたしまくってるんで、うん、なんかね、修理とか出しとか安く済みそうな気がしないでもないけど、もう新しいの行ったんですね。うん、なんかそうそう、長い目で見ると、うん、なんかその当時 MacBook 5年ぐらい持ってて、うん、で5年後で、あ、もう5年ぐらい持ってるから、うん、その5年前のモデルってことじゃん、うん、で今出てるモデルが結構スペックも良くて、うん、で自分動画もやるし、デザインもやるし、で写真 の、 編集とかもやったりするってなった時に、うん、やっぱりこのスペック的にもちょっと追いついて来なくなっちゃってて。なるほど。で、どうせだったらコスパよく、その、うん、サクサクって仕事ができるんだったら、うん、絶対もうそのちょっといくらでもいいか投資して、どうせ取り返せるし20万なんて、うん、なんか買って仕事をバババって早くやっちゃった方が、うん、絶対健全と思って。なるほど、うん、だから必要だったらもう買えばいいし、うん、でそのお金が怖ければ分割にして、うん、したらいいし、使わなければ売りゃいいし。なるほど、うん、その辺はちょっと割り切ってるけど、うん、ただ買いすぎてちょっとね、奥さんにはちょっと怒られるけど20万パッていったら、パッ
パソコンは奥さんもご了承済みの上ですよ。商売道具ですね。そうそうそう。この前とある広告関係の会社さんかな、うん、社長さんと一緒に食事行かせてもらった時に、うん、なんか車の話になって、うん、なんか何に乗りたいのって言われて、うん、ちょっとポルシェのカイエンとか乗りたいんですよね、うん、とかマカンとかいいなと思って、うん、それいくらぐらいするのって、いや本当に中古でパッて見た中でも600万カラーみたいな、中古で600万、うん、カラーなんですよねって言って、うん、おー600万ぐらいだったら買えばって言われて、いや600万ってちょっといやいやさすがにちょっと今は買えないですよっていう話をして、いやなんかそもそもあれなんだって、うん、その600万とかの買い物っていうかその、うん、人間の欲望っていうのは、うん、なんかもうその社長さん曰く一周したんだって、もうとりあえず俺はもう一通りもう味わってきた、はい、車も乗ったし、うん、もう飯も家も飯も食ってきたし、うん、でなんかその一周したから、うん、お前も早く一周しろって言われたの。なるほど、うん、だから一回行って帰ってこい、そしたら、うん、本質というか、うん、なんか人生の価値観とかの質がなんか上がるって言われて、だから600万で質上がるんだったら安いから早く買えって言われて、なるほど、みたいな。いまだにまだ買ってないけど、うん、あそっかみたいな、なんか、うんうん、そういう世界なんだなってなるほどですね。まあでもその社長さんとはキャンプで出会ってるから、ああなるほど、うん、キャンプですごいそのなんか力が抜けてる感じの、うん、でもすごくそのお仕事もすごくできる方、あ、うん、まあ、本当になんか一周ね回ってきたんだな、うん、何周かしてるんだろうなみたいな。なるほど、うん、そういう社長さんだったね。一周回りたいですね。ね、いや DJI のジンバルを買おうか今それこそ 2,3 週間も回ってますね、うん、ジンバルはでもあれでしょ、その自分の仕事 で、 そうなんですよ、その可能性を広げてくれるっていう、こっちに関しては投資ですね。投資でしょ、はい、その投資って思うんだったらさ、絶対回収できるからもうすぐ買った方がいいよ。そうですよね、うん、投資はすぐ回収できます、それ断言できることや、まあ、断言、まあそうですね、回収してきたんですもんね。回収してきた。あだってさっき の、 MacBook のいや20万っていうのはすぐ取り戻せるからって言いてーって今思ってましたもんそれ。いや本当大丈夫、俺でもそんな稼げてるから大丈夫だと思う。最終的にはあれだと思う、なんか嫌になっちゃったわけ。あ、嫌になっちゃった。そうだから会社に勤めてて、あ、こういうことしたら絶対売り上げ上がるんだけどどうですかみたいな提案したことがあって。おー、なるほど。全体会議で、うん、で全体会議で提案して、でもなんかそれがなんかいろいろさ、そのできない理由をポコポコって上がって、うん、まあ普通自然なことだと思う、うん、心配するしね、みんな、うん、これやってできなかったらどうしようみたいな、うん、でこういうことできて、できなかったらその結局その運営できないけどどうなるのって言われて、うん、あ、そっかってなって、でもそこで俺もその当時も 若かったし、うん、そのなんかその反論するため の、 その手段を持ってなかったっていうのもちろんあるけど、うん、じゃあそれだったら、あ、社内でできないんだったら、じゃあ自分でそういうのを提案していって、うん、自分でやっちゃえばいいじゃんって思ったのね、うん、その時。なるほど、うん、てかそもそもさ、その学校もあんまり行きたくない子供だったし、うん、なんかあんまりその縛られるっていうのがちょっと嫌だったから。なるほどですね。前から昔から、うん、だからなんかそれでフリーランスだろうっつって、うん、自然となったしね。まあ、あ、思い出した。何思い出したんですか。自分がフリーランスになろうって思ったきっかけは実は親父だったっていう話を今思い出したから、これは今度また来た時にもっと言う話だよ。ああ、いつもそうやって、もう、美味しい。もう本当に、構成分かってるね、うん、本当にもう。家族と、はい、フリーランスになりたい人とか、その家族関係だったりとかは、うん、すごくその大切だと思う。なるほど。うん、じゃ次は、自分がなんで、お父さんの親父が何やってるのか、うん、どういう背中を見てきたのかとか、なるほど。ちょっとね家庭環境が複雑なもんで、じゃそれをどうやって乗り越えてきたっていうのかな、うん、自分の心の中でちゃんと整理整頓してその前に進めたっていうきっかけがあったので、うん、それをじゃあ今度モッチーにもお話ししたいと思います。うわ、もう寝れない。寝れん。わかりました、はい、じゃあぜひ次回その家族関係からのお話聞かせてください、うんうん、はい、ぜひぜひ、ありがとう。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとう。お疲れ様。はい、お疲れ様です。
すごく言い方悪いですけど、うん、この前海行った時に、はいはい、若干溺れてたじゃないですか。あ、そうね。今モッチーと一緒に、うん、シュノーケルをするのがね、最近のちょっと楽しみなんで、一緒に行って泳げずに溺れましたね。そうで溺れたじゃないですか。で、それをケンさんのお友達、吉郎さんに、はいはい、この前報告したら、言ったんかい。言ったんすよ。言ったんすよ。ケンさんこの前溺れてましたよって。で、なんかなんで溺れたかって言ったら、海潜った直後に見た気持ち悪いナマコの仲間、うん、あれ見て動揺したって言って、それお話吉野さんしたら、うん、あいつ昔からメンタルなんだよ。メンタルだけなんだよ、あいつは昔からって言って、でもなんかそうやってメンタルなんだよなって言われててもやっぱ1000万達成してるから。うん、そうだね。